画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。今回はですね、本編に行く前に、新しいシステムのご紹介になります。またね、ちょっと賛否いろんな、ね、意見が、来そうなアップデートとなるわけなんですが、とりあえずまだね、実践はできない、してないベータが来てない状態なんで、まあ情報だけお伝えできたらなと思います。ちょっとした書簡もまあ入れるかもしれませんけども、はい、新システムフィニッシュ盛り追加されますと、これね、以前からちょこちょこ言われたんですけども、最後、誰もねマップ上に、立ってなかった場合、もう一人残らず瀕死状態とかになった場合は、もう強制的にメメントモリが発動して街が終わるっていうものになってます。簡単に言うとね。うん。はい。ここら辺はちょっとね、いろいろ、なんていうか、都合が書いてありまして、テストの。はい。最後の生存者について、自分以外の全ての生存者が儀式内で自力で立っていない状態。つまり、死亡してるか、変死してるか、フックにされているか。すでに脱出している場合、あなたは最後の生存者の状態となる。殺人鬼と最後の生存者となった生存者の感覚は研ぎ澄まされ、これ視野角が広がるという効果がね追加されるらしいですね。うん、フォブが広がるというかね。うん、で、他の生存者が救助されたり瀕死から回復すると、それは、効果は削除される。この視野角広がるですね。はい。で、しかしですね、最後の生存者が瀕死になると、即座にフィニッシュ盛り、メメント盛りがどの場所にいてもある指定位置で急にメメントが始まって、メメントが終わり次第終了というふうになります、という新しい機能ね。うん、はい。そしてここの下のところに、なのでフィニッシュ森、まあ、つまりメメント森のオファリングが必要なくなりますということなんですね。はい。で、オファリングに関してはまたね、この下の方で、記述されるんですけど、効果が変わるということですね。メメント森のオファリングは、さあ、そしてね、それに伴って関連パークの変化が起こるということでですね、なんとですよ、サバイバーもう45秒で自力で立ち上がれるようになります。今までこの不滅とかね、ソウルガード、そして弱音はなしだとか、まあ恵みの指数関数から立ち上がることができてたんですけども、これがなくても45秒間放置されると自分自力で負傷状態から回復できるようになるということなんですね。はい。うん、まあおそらくメーターを貯めるというか、45秒間どっかにいると急にプクッて立ち上がるんだと思いますね。うん、はい。そしてまあそれに伴って、じゃあこのパークいらなくなるじゃないかってなるんですが、もちろんそうなります。そして怨恨、さらに貪られデバーホープね、こちらメメント盛りできる効果が削除されると、メメントできてたやつがもう削除されます。はい。で、さらにですね、不滅、こちらの効果が起き上がるだけ、起き上がる、もともと自力でね、起き上がるっていうのがね、なくなっちゃうんですが、回復速度上昇効果を15、20、25% だったのが 100% になる。はい。そして、怨恨。こちらはですね、最後の生存者、オブセッションの人は即座にメメントできるというものでしたけども、ここの効果がなくなり、すべての発電機が修理完了したとき、オブセッションのオーラを5秒間表示する効果を追加した。追加すると。そして、ムサボラレデボアは、これはですね、ちょっと結構変わりまして、5トークン溜まった状態の後、フックに吊るすと生存者が即死する。メメントじゃなくても、その要は一回も釣られてないのに5トークンあって肉フックザクってやったら、あードーンで死ぬということらしいです。うん、はい。そして、メメモリの先ほど言ったオファリングについてどうなるかっていうとですね、この黄色いメメント、はい、は8000ポイント、このねメメントモリが成功する
と、生存者をね合計2人以上死亡させた場合、8000ポイント得ると。で緑色の場合1万2000ポイントで、ウルトラのメメントだと2万ポイント得るっていう、その得点 BP を取得できるものになるということなんですね。うん、に変わりましたということなんです。はい、まあこれに関してはですね、まあ、皆さんいろんな思うことがあると思います。多分ね、DVD 実況者の人たちもみんなそう思っていると思います。まあこれはね、いろんなシナジーが変わってきますよね。例えばノックアウトとかどうなるんだとかね、這いずり放置の戦法、とかどうなるんだと。まあこれを言うとですね、あのキラーの這いずり放置戦法が良くないから運営がこうしたんじゃないか、45秒立ち上がれるようにしたんじゃないかって思われがちなんですが、これ運営の、意図としてはそこじゃないらしいです。はい、ね、以前ねその関係は、告知されてましたけども、その関係じゃなく、まあ、単純にあのシステムの改変の試みみたいなところですね。まあだからまあキラーとしてはノックアウト使って這いずり放置とかそういうものはもうあんまり意味をなさないし、メメント森に関してもまあただでさえもう弱体化して大してもうパフォーマンスでしかなかったものだったんで、まあその工程を省かれるという点ではまあ確かにと思うんですけども、最後のその要は這いずり、這いずりの、3人這いずり状態でもう1人立ってますってなった時に、このダウンした状態でまあ要は即試合が終了になるわけじゃないですか。今まではこのダウンした4人の中にもしかしたら不滅の人がいるかもとか、今回は45秒で立ち上がれるからあれだけど、そして、この3人のうち誰かが8でギリギリ脱出できるかもみたいな、こういった後半のドラマはまあ起こりえないということになります。まあこれがいいのか悪いのかっていうところではあるんですけどね、いい悪いだけで、まあ、判断するのもちょっと違うのかなと思いますが、で、それに伴ってメメントモリが肉フックに吊るした状態で即処刑になってしまう、5トークン貯まると。まあこれも正直ちょっと味気ないかなっていう気はしますね。というかね、多分今回のアプデ云々を全部実装に持っていくのは多分不可能なんじゃないかなと思います。というのもね、いろいろ問題がちょっとあるんじゃないかなと。こればっかりはね、一回PTB でプレイしないと分かんないんで、私もちょっとプレイしてからもうちょっと詳しい、感想とかをお伝えしたいなと思いますけど、字面だけ見ると結構ショッキングなね感じではありますよね。はい、でまあここで一応運営さんが言ってるんだけども、この PTB は早期プレビューの段階なんで、このままもちろん実装されませんと。実装はされない、ただテストだけをしたい、で意見をもらって、将来的な本実装の際にスムーズにいくように改良したいということらしいんで、まあその点はちょっとホッとしてます。このまんまに強行するのはかなり危険じゃないかなっていう気がしますねなので慎重にやっていただけたらなというところが私の所感でございます。はい、またプレイしたらね、PTB でプレイしましたら皆さんにお伝え、もしくは動画にしてお伝えしたいと思いますんで、ちょっと続報をお待ちください。それでは本編にどうぞ。この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。さあやっていきましょう。クラウンでございます。色とりどりで可愛いね。まあクラウンといったらピエロ、ピエロといったらダークナイトのジョーカー。
ダークナイトもノーラン監督、クリストファー・ノーラン監督が作った中でも名作中の名作ダークナイト、もう絶対見てほしいんですけども、今日紹介する映画はそれじゃありません。マイノリティリポートっていう、私 SF がすごい好きなんですよね。で SF 大好きなんですけど、スピルバーグ監督の SF 結構好きなんですよ。いろんな映画あるんですけど、 AI とか ET とかもそうですけどね。こらこら、これそのまんま当てるよ。なんて言ったって私一撃瓶を持ってきてるからね。そういうことだ。でこのマイノリティリポート何が面白いかっていうと、設定がめちゃくちゃ面白いんですよ。まずね、近未来の話なんですけども、主人公は犯罪予防局みたいなところに勤めてるんですね。予防局ってなんないって思うんですけど、未来のテクノロジーによって犯罪を未然に防げる装置が開発されたんです。これどういうことかというと、例えば明日殺人を犯しますっていう、未来を予知して、その犯行が行われる直前に逮捕する、凶器を持って妻を殺す直前に逮捕するみたいなね感じの、それを予防する、はい、これが犯罪予防局。そこの予知夢を担当している、エージェント、これがトム・クルーズ演じる主人公なんですね。で面白いのはですね、これで要は倫理的な問題があるわけじゃないですか。人権的な問題だって、殺していないのに捕まるわけでも犯罪の動機はきちんとある、そして凶器を手にして今から殺そうとしている、こういったね条件をもとに、あなたはもう殺人犯ですってなるわけ。でこれで犯罪率がめちゃくちゃ減ったっていうね未来なんだけども、主人公ある日なんと未来予知いつものようにしていたら、犯人に自分が出てきたっていう話なんですよ。で自分は人を殺そうという気もみじんもないね、みじんもないし、家おかしいだろうと。ただこれを言ってしまうと自分は犯罪者として捕まってしまうわけ。じゃあどうするか、逃げるしかない、逃げて自分の無実を晴らすしかないって思い出すわけです。思い出すというかやるわけですね。あ、間通らなかった。デッドハード待ちましょう。やってる？あ、これいけるか。あ、いけなかったか。まあ一回来とこうか。ちょっと一回来とこう。いやー、起きてもない罪に対して主人公は戻ってきたか。お、やっちゃったねこれね。あ、やるじゃねえか。いや、ここを倒させたのは大きいな、これ。こうしたか。いけるかもな。あれ、今の当たってなかったか。これね、あのスミス、どっかで、絶対引き際を間違えるんで、あれは絶対に後で、ぶん殴りましょう。ぶん殴りましょう、これは。おそらく治療はしないはずなんで、死恐怖症結構効くと思う。どうしようかな、これ。よし、オッケー。これすぐ釣って、いやこれね、一応私悶絶のフック、はい、たまり物を持ってきてるんで、
発電機修理遅くなってるはずなんですよ。やったな、これやったな、このクエンティン・スミスやったな。ゲットだぜ、ゲットだぜ。よし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 、一回これ釣らないで戻ります。で蹴り入れてこれを見ながら、あーやっぱ来てるね、やっぱ来てるね。これめっちゃ、おオッケー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 。これ蹴り入れてどうしようかな、これ。いや奥で回って助け行こうとしてるな、これ。スミスをここのタイミングで釣る、これどう？だいぶどうしようもないタイミングであっちで釣るか。サバイバーも結構どうすればいいか分かんないタイミングだろ、これ。オッケー、しっかり、いや、いいタイミングで作ってくるな。いやこれ油断できんぞ、まだ。オッケー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 、いやもうすぐ釣ろう、すぐ釣ろう、すぐ釣ろう、これは。いやー、突き切ったか、やるじゃねえか。マジかマジか、突き切ってくるか、これ。やべえぞ、真面目にいかんと、これ混ぜ込んでどうしようかな。恵んだか、残り2台、これ戦略的にいかないと。いや、どうすっかね、これ向こうに偏らせることもできるかな。いや、偏らせた方がいいかな、これ。ちょっと待てよ、どっちにいる、左には逃げたね、よしよし、どっちかをゲットしましょう。これはまあオフレコでしょう、オフレコだろう。いや、まずいぞこれ、消えれんとね。一応ダイングライトもあるから結構発電遅いと思うんですよね。指持ってきてたけど、クエンティン・スミスだけは許さん、なんとなく。あいつだけはなんとなく許さんぞ。なんとなくあいつだけ許さんぞ。おお、やるじゃん、普通に。超えちゃう、あれ届かないか。OKOK、 急げ急げ、あ、メメントだ、そうメメントがあったわ。よし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 、背中をポンポンしてやろう、そして指を切って記念に持ち帰ってやろう。これがミンちゃんの指か、うん、味にうまい。へん、うん、よーし、オッケー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 。ちょっとね、瓶が1枚1枚しか、1本しかなかった。あんまりこれ深追いしたくないけども、あ、でもいけるぞこれ、いったな。まずデッドハード待ちましょう、しっかり。はいはいはい、お疲れ様、お疲れ様、偏らせちゃうよ。いや、もう半分何回も釣っても意味ないんだよな。みんな平等に釣ったよね。オッケー、あの奥どんぐらい進んでんだろう。よーし、あのメグを残しながら、よし、この上がつくのはね想定内なんで、こっからよ、思い切って追いかけるべきか、これ。あ、やったなこれ、よし、オッケーオッケー、急ごう急ごう。あー、ここに恵んでんだ、ここに恵んで一回引いてここで治療してんだ。サバイバーの秘密が分かっちまったぜ。ではこのまままた
追い込みに行きましょう。残り3台、いや3台じゃない1台、多分治療しないでもうぶん回してんだと思うんだけど、どこかだよね問題は。あ、動いてるがそんな動いていない、そんな進んでない、これどこも進んでないかもな。あ、ここちょっと進んでるね。こういう時イラプションあるとめっちゃ便利なんだけど、一人が救出、よし、もうそろそろスミスには死んでもらおう。スミスキュン、死んでもらっていいかな。オッケー、やっやったぜやったぜメメントだ。では記念にいただこう。どれ、これがスミス君の、うん、指、ココアの味がするよこんなところにトーテムあるが、いやこのまま追い切りましょうか。これオッケーオッケーオッケー、よし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 、で無理やりつけに来てるでしょう。よーし、これじっくり追いましょうか。できたら指を当てて処刑したいところだ。上に登ってるんじゃないか残念だね、そういうことだよ。せ、背中ポンポン背中ポンポン丸、ちょっと差し指いただきますね。久しぶりにいただきますね、ネアの人差し指。うーん、グレープフルーツ味いやー、ちょっと待って、非常口大丈夫かな。この辺だったよね。あら、あららら、あ、うん、声聞こえなかった。いた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 、よし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 。メメントは、あ、メメントないのか。まあ、そんなこんなでね、久しぶりのクラウンメメント持ってきました。危なかったな、ラスト1台。ほっ、いやいやいや、やっぱワンパンピン、いざとなると頼りがいがあるね。分かった途端、結構サバイバーが警戒して避けまくってくるんだけども、そうそう至近距離から避けれるもんじゃありませんからね。はい、そんなこんなぜ全滅となりました。よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。